息子のシームスを知っているか？あそこから帰ってこれたのはこいつのおかげなんだ。私のことも言えよ。やだわ、全然行きたくねえ。とりあえずこの線を辿っていけばいいんね。え、そういうことよね。なんか線に集中してザークが現れても私気づかんかもしれんな。え、さっきまでこんな線あった？全然気づかんかったけど。え、あったんかな？これね。ん？どこやろ？まだ結構先？あ、これ。アイテムを使う。ここに、ヒューズか。大きな音がする？え、ザーク来る？え、なんか集まってくる？ああ、なんか来よる来よる、めっちゃ来よるめっちゃ来よる。早く早く早く。あ、すげえ。うわ、すげえ。何その紫の光。助けて。待って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 、無理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 、早く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 。無理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 。ちょ、死んだ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 。そっか、こっちまで光届かんよね。あ、で、ここか。あは。ちょ、いいよ。わけわからんくなりよった。来たよ。外にもいっぱい集まってきとるよ。でかしたぞ。ジェネレーターが直った。ディフラクサーのパワーを見たか？これでここから脱出できるぞ。ちょっと待て。ディフラクサーをお前のドローンに装着できるかもしれない。ドローン、こいつのこと？なんかめっちゃ取り付けられよる。え、それ取り付けてもらったらさ、結構大量に来られても、今までより全然楽になるんやん。うまくいった。ディフラクサーはお前のナイスなドローンにバッチリインストールされたぞ。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれん。え、マジで？危険だということは忘れるな。さあ、村に戻ろう。息子よ、もうじき帰るぞ。ああ。あの安全な空間にちゃんとまた戻れるんすね。よかったよかった。え、でさ。え、取り付けたんはいいんやけどさ。何ボタンでできるん？え？何ボタンでできるん？さっきのあのライト。うわ、めっちゃいっぱいおるやん。嫌なんですけど。うわぁ。ザークを全部追い払って先に進むぞ。ディフラクサーを使うには L1 を長押し。L1?L?L？ あ、違う、ずっと私 R をしよったな。これか。ふぅ。なんとすごい効き目。だが思った通りオーバーヒートだな。え、今ので？もうすでに？早いって。そうなったら少し冷やすといい。村に着くまでは持つだろう。そのさ、オーバーヒートまでの目安みたいなの分からんの。お。おっしゃ、帰るぞ。え、私はもう、あなたについていけばいいってことかな。まあ、私すでにあの、スラムまでの道とか覚えてないけんさ。何ここ？こんな近くになんか、シャッターが、スイッチがつかない、電気が通っていないようだ。え、ここ何？近道ってこと？村への。何？電気を通さんといかんってこと？ドアを開ける方法が何かあるはずだ。私そんなとこ、でもそっか。このロボットがね、私が通ってきた道をぴょんぴょん一緒に来れるわけはないんよね。何か。電気。ん？あそこになんかある？ん？気のせいか。あそこ入れるんやない？なんか。なんか入れそうじゃない？これから飛び移れたりとかせんかな？どの辺？この辺か。よいしょ。あ、ほらほら、いけるいける。うわ、めっちゃ気持ち悪いやん。めっちゃ赤いんやけど。
やだなぁ。え、なにここ。え、なに怖い怖い怖い。え？俺は一体、何どこに行けばいいんだ？下か？あ、なんかあそこにレバーがある。あれ？これ。これなんか線通っとるし、何かしら、あ、開いた！え、なんか開いたけど、待って、私は一体どこからやってきたんだっけ？ちょ、待って。ああ！ちょ、おいしこい！あ、違う！あ、もうおらんのやない？え？ああ！びっくりするやろ。びっくりするやろ。よっしゃ、おらん。慣れてきたぞ。いい感じやぞ、私。え、めっちゃいい感じ。え、おらんよね。うん、ふう、危なかった、危なかった。はぁ、あ。はぁ、あ、いけた。なんかお礼ぐらい言えよ。今私めっちゃ頑張ったぞ。まぁ、いろんなもん蹴飛ばしながら生きよるけど。なに？またあかんとかじゃないよね。お、開いた。まだ来る？なんか。やだわ、なんか。ねえ。両側から何かしら、何かしらっつうかザークが現れそうな。ここは一体どこ、なんか、煙？霧？見えづらいな。そこはどこへの扉？何？何？なんかおる？大丈夫なんかい。帰ってきた。何？なんかめっちゃはしょられた、唐突に。え、なんか道唐突にはしょった？ん？これがシームス？誰が誰だか全くわからんねえけど。感動の再会中やね、今。ん？何？何したの今。小さな友よ。ドックを救出してくれてありがとう。シームスがもう一人ではなくなり、ほっとしている。いえいえ。さあ、これでザークたちを倒す準備は整った。モモが下水道で待っている。何？そっちの方向？下水道？ドックもシームスも嬉しそうです。私たち、いいことをしましたね。まあね。ドック、これはすごい感動すべきことだ。デッドシティでこんなに長く生き延びた人はいないよ。つまりザークにやられなかったんだね。貸した10巻持ってる？今そういう貸し借りの話します？あと変なオレンジの生き物に会った？この辺を歩いていれば必ず会えるよ。何？誰に話してんのそれ？私？変なオレンジ色の生き物って私のことか？うん。父さんが帰ってきて嬉しいよ。やあ、テディ、ロージー、調子はどうだい？おお、ビリーじゃないか。息子のシームスを知っているか？あそこから帰ってこれたのは、こいつのおかげなんだ。私のことも言えよ。私のこともちょっとは言ってくれていいんだけど。で、なに？こっち？こっち指差しよったよね。どこに行けって言った今。
あなたは誰？弁蔵。桃がボートで君を待っている。ここで必要なことをすべて終わらせたら、そこへ向かいなさい。君が行ったらドアを閉めてしまうから。ザークが入ってこないようにね。ここで すべきことが全部済んどんかどうかはわからん。しかし行くしかないよな。行きます。私、もともとそんなやり込み系の人間じゃないんで。閉められた。もともとやり込み系の人間じゃないんで、進めるってことは、メインクエストは全部終わっとるってことなんやろ。あ、めっちゃ手振ってくれよる。よし。行きますか。何、どこに行くの？準備ができたらボートに乗って、ここを脱出しよう。ボートに乗って脱出？この辺なんかない？別になんもないんか。何かしらさ、メモリーとかさ。あ、なんもない感じ？なさげですね。じゃあ、行くか。ちょ、待って、どこから行けばいいの？そっちから？いいよ。ドックを見つけてディフラクサを手に入れたなんて信じられない。今度はズバルテイザーを探しに行こう。さあ、出発だ。おお。次なる仲間を探しに行くんですね。